いきます。始めました。はいどうも、料理のお兄さん、リュウジでーす。あ、皆さん、見てください、このウーロン茶の画像、ね、前回ね、助っ人の休日課長さんにですね、ウーロン茶レシピを考えていただいたんですけども、ことの顛末、前回の動画を見ていただければなというふうに思います。また、協力していただこうと思いまして、助っ人をお呼びしておりますので、早速ですね、入場していただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、お邪魔します。じゃあ前回に引き続きですね、救出課長とアジアンカンフージェネレーションのドラムの西清さんです。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。前回は本当にありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、清さんありがとうございます。救出課長ありがとうございます。はい、で今回は清さんに、はい、はい、あのバッチリ美味しいカレーをウーロン茶を使ったウーロン茶で作ります、ね、あのこのためにわざわざ考案していただいたので、はい、もうめちゃめちゃ楽しみなんですけども、前回触れてなかったんですけども、はい、これね、エプロンこれ、ね、はい、バズレシピエプロンを無理やり着てもらいました。嬉しいですね。本当ですか。ありがとうございます。ちょっとパツパツ感そうですね、ちょっとあの一回回してこう紐をあれこれ結べるかなみたいな。いやでもなんかバズレシピの文字がすごいよく見える、はい、いや、確かにこうなってますからね。はい、今日はね、2人に来てもらってやらせていただこうと思いますね。じゃあ、キヨさん、はい、バッチリ美味しいカレーをよろしくお願いします。お貸してください。お願いします。ウーロン茶を使った豚バラのウーロンカレーを作りたいと思います。豚バラスライス200から 250g ですね。これはだいたい 230g ぐらいあります。人参1本、えのき、えのき1玉ですね。あと玉ねぎ1個、バターがだいたい 10g ぐらい、あとこれカレー粉ですね、市販の4キューブ4人前作ります、4皿分。あとウーロン茶ね、ウーロン茶は 600cc 使うんで、これ1本525ml なんで1本ちょいですね。まずは玉ねぎスライス、あんまりね包丁が出てこないリュウジ君のチャンネルで、ありがとうございます。玉ねぎをスライスいきます。できれば薄めの方がいいです。あの最初に炒めなきゃいけないから薄めに切った方が時短ですね。透き通ったあとちょっと焦げ目がつくぐらいが一番風味が出て僕は好きなんですけどね。僕がチャンネルで言わないようなこと言ってくれる。えのきはバサッとですね、3分の1ぐらい、こんくらいで、人参は皮むかないです。お、はい、これはじゃあ僕と同じですね。えのきの切り方回しながらこうやって切るとほら、僕そういう切り方しなかったんですよ。これ楽なんですよ。あ、本当ですか。これね、カレーの時なんかカレー感、中のカレー感。豚バラスライスは1センチぐらいの細切りこれかな。へえ、はい、細かくしちゃった方が美味しい。そうなの。そうなんです。ひき肉でも美味しいんですけど、豚バラの方がこの旨味がやっぱ強く出るんで、勉強になるな、はい、ここで切り物はこれでおしまい。それでは炒めていきたいと思います。これだけはやってもらいたいんですよ。で今回僕の中でも結構簡単にレシピを作ってるんで、玉ねぎって電子レンジでもこれできるやつに入ってます。でもあれよりやっぱ全然違う。これはフライパンでやってもらいたい。すごい。そう、俺はと思う。結構かき混ぜる人いるじゃないですか。だってほっといていいんです。おで焦げた方が、はい、実は美味しい。お焦げ目の香りと風味がちょっと変わってきて、はい、なんかうまいですよね。うん、お焦げ玉ねぎ、あ、でも炒め玉ねぎはまあやっぱり香りも全然違うもんね。全然違う、これもちょっとこれも入る。うん、でほら、おお、うまそう、いい色がついてますね。これね、ほんとに効いた方がいい。僕はあのレンジばっかしか使わないから、この香り忘れてました。これはレンジで出せない。出さないですね。出せないですよ。 100% 出せない。また玉ねぎはもうこれもう塩ちょっと入れると、はい、すっごくしんなりするんですね。ええ、一瞬でちょっと水入れない、これすげえ時短テクニックじゃないですか。そうなんですよ。知らなかった。ほら、もうかなりいい感じ。ちょっともうちゃんとちゃんと料理してるこのチャンネル、すごい。色的にはこんな感じで、こんな感じです。はい、えのきが、はい、うん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 
キノコの旨味ってすごいんですよ。おー、焼き入れることによってキノコの旨味をそのカレーに入れるってことになります。ただこのエノキが入っているっていうのは最終的には全くわからない。え旨味を全くわからない、全くわからない。え、どういうカレーなの。ちょっとね、不思議な。エノキはしんなりするまでしんなりするから、うんうんうん、カレー屋でバイトしてたんですよ。あ、そうなんですか。ここで、おすごいことも学んだ。はい、それを今からやるんです。マジですか。はい、それはちょっと、これいいんですか、このチャンネルで公表しちゃっていいんですか、これ。これ本当に言っちゃいけないのかなと思った。市販のルー使っても、ちょっとお店のような状態。これもできる。これを、あ、そうするんですか。いっちゃうんですよ。なるほど。うんと、人参も切ったの入れましたけど、ミキサーさえあれば、でも特別なことはやってないですもんね。ミキサーさえあれば、はい、普通のカレーじゃないものができますね。ここにウーロン茶が、ウーロン茶 600cc、 ここにウーロン茶なんですね。はい、これは美味しくいただいて、うん、そうです、美味しくいただいて、あ、飲んでいただいてありがとうございます。うまい。楽しいね、ここのスタジオ。本当ですか。また呼んでいただいて、あいつでも来てください。本当に行きます。ここにミキサーしてください。はい、これでまあミキサーの答えをしまう。豚バラを炒めていきます。まあ、このまま、うん、入れてから火つけてもらっていいですけど、うん、ここで炒まったら、ここで包丁をするんですね。これを入れるじゃないですか。じゃあ、めっちゃ入れるんだ。ちょっと蓋して、うん、まあ10分くらいかな。うんうんうん、はい、これで置きたいと思います。煮込みは何火ですか。中火ぐらいですか。中火です、ね、中火ぐらい。中火から弱火から中火の間ぐらい。はい、お火が入ってきまして、とろみがもうこの時点でとろみついてます。ミキサーかけてるからちょっとね、とろみが出ちゃう、うんうん、気にしない人はいいんですけど、アクとか嫌だなって人は今ちょっとピンって、お、ちょっとこれでルー入れて完成です。ルーは入れてからはあんまり火は入れない。放置よりかはまあちょっと弱火で、うん、少し火は、うん、そうですね、火はつけたまま溶かし込む、溶かし込む、はい、できたら一回冷ます。おお、とまあもうえのき感ないんですけど、はい、そのえのきの旨味がギュッとまた入って、へえ、味が締まるんです、締まるんですね。はい、というわけで、豚バラのウーロン茶カレー完成です。レイ、うまそうだ。もう匂いがすごい、匂いやばい。これそれですね、もうめちゃめちゃいい香りが漂ってますけども、ヒロさんに作ってもらいました。はい、早速食べてもいいですか。これね、ぜひ、はい、召し上がってください。そう、ドキドキするな。ちょっとじゃあウーロン茶から、はい、乾杯しますか。はい、乾杯しましょう。これの、はい、乾杯。乾杯。飲みっぷり。私からはい、お願いします。はい、いや、ドキドキするね、やっぱり。いや、ちょっと緊張しますよね、この瞬間で。いや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 、絶対美味しい。これはね、あ、これめちゃめちゃうまいっすね。これはね、ちょっと、ね、食べたことない味ですよ、これね。めちゃめちゃ時間かけて作ったようなカレーの味がしますね、これね。お店のカレーなの、これ。すっげえまろやかな、これ。めちゃめちゃうまい、これ。ありがとうございます。食べたい、食べたい、うん、ちょっと悔しい。じゃあ、いいですか。はい、これ結構衝撃が走るな、これ。うまい。これは美味しい。これはそっから出ましたね、これね。うまいな。ありがとうございます。ちょっとね、ちょっとこれは深いっすね。うん、お店とかホテル、僕も食べていい。うんうん。あ、ありがとうございます。ミキサーがいいんですよ。ミキサーの威力すごいですね、これね。すっげえうめえ、これ。きめ細やか。うん。高級感がすごい。えのきが入ってて、うーん、あ、そうか、そうだ、うん、いや、えのき感ない、分かんない、言われるまで分かんなくなる、うん、絶対効いてる、えの
け、うん、すっごい効いてる。リュウジ君のね、YouTube 見てると、はいはい、いつも味変するじゃないですか。味変、うん、おっ、頑張れ。これおすすめ味変はウスターソース。ウスターソース小さじ1ぐらい。小さじ1ぐらい。あ、でも俺食べ終わるところでしょ。あ、もうないじゃないですか。じゃあ少なめで。危ない。酸味が効いてね、美味しくなるんですよ。味変をした、うん、はい、いただきます。なんか合うでしょ。ライマさん、めっちゃ合う、うん、僕、ウスターかけたのすごい好きっす、うんうん、僕もそれ、ね、これいいですね。めちゃめちゃうまいな、これ嬉しい。玉ねぎの香ばしい感じがあります、やっぱり食べてると。あれ大事なんだよね、うん、やっぱり。あ、やっぱりあれか、潜んでるんですよ。あれが大事なんですよ、やっぱね。うまい、これチャンネル史上多分類まれに見る、かなり食ってますね、これこれはうまいわ。ありがとうございます。これはうまい。やっぱりあれですかね、この香りの良さ、うん、ウーロン茶も効いてますね。ウーロン茶の香ばしさがね、うんうん、頭が良くて、なんか横須賀に海軍カレーっていうのがあるけど、はい、それコーヒーが入ってるんですよ。へー、その感じっていうか、香ばしさが追加されると、うん、カレーって足し算だから。あー、なるほど。まあでも確かに香辛料とか使ってないですもん、これね。香辛料全く使ってないです、ね、カレーのルーに入ってる部分だけですもんね。そうそうね。僕とかなんかニンニクとか生姜とか入れがちなんですけども、それがウーロン茶の香りで確かに、ね、結構スパイシーになってるんですよ、これね。ミキサー買ってやった方がいい、うんうん、これちょっと僕も舌を曲げました、本当に。この企画良くない、これこの企画、うん、ちょっと続けたい僕が一番楽しいっていうね清さんに素晴らしいウーロンカレーを作っていただきまして、ウーロン茶も消費できました。またやりたい またやりたいです、これ。近いうちにぜひ、はい、そう、はい、サントリーさん、よろしくお願いしますミキサー一つ買えば必ずできるこの美味しさ、ぜひ作ってみてください。今回のウーロン茶レシピ、美味しそうだなとかですね、食べてみたいなと思っていただいた方は、高評価およびチャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter と Instagram やってますので、はい、もしよかったらフォローしてみてください。ぜひお願いします。お願いします。課長も同じく、変な Twitter と Instagram やってますので、ぜひ、フォローしてみてください。じゃあよろしくお願いします。お願いします。